青の円周を純線として、黒い円周は母線と考えられるが、赤の外トロコイドは円内部の点を母点として描かれる。初等期科学における母線は、それが定められた経路を辿って動く時の軌跡として、新しい図形を生成する曲線を言う。各次元で同様の生成素、例えば母点や母面などがある。生成素の経路を指し示す曲線を純線という。 水面は、一点を固定した直線を母線として、平曲線に沿って動かすとき、その軌跡として生成することができる。このとき、順線となる、平曲線が円で、その中心と頂点とを結ぶ直線に垂直ならば、母線の動きは固定された軸の周りの回転となり、生成する図形として、正円錐を得る。円錐の極限としての円筒の母線は、回転の軸に平行である。 ありがとうございます。